様こんにちは、便利やハッピーの稼働の口です。4月26日月曜日、午後の2時12分でございます。県道86号線熊谷館林線ということで走っております。この先左側ラグビー場がありますね。でその先熊谷小泉が、このあと鴻巣の方まで回収作業にお伺いする予定でございます。はい、本日はご覧の通り天気が良くなっております。ただちょっとまた風が強いですね。昨日日中穏やかだったんですけども、夕方から風強くなって夜もずっと強くてですね、今日も風少し強い状況です。はい、左側ラグビー場でですね、はい、熊谷ドーム入り口となってます。熊谷スポーツ文化公園、通りをご案内をさせていただきます。ずっとまっすぐ行くと道なりに行けば熊谷駅の方で、先日ご案内したラグビーロードということですね。旧埼玉博通りラグビー場入り口です。左側ラグビー場、今日もちょっと件数の方多くなっております。一応午前中は処分の方ですね、2項目ですね、2台でガラス陶磁器具、そしてコンクリ柄持ってきました。相当な量ですね。コンクリ柄 1.6 トン、ガラス陶磁器具 1.1 トン、そうですね、1100キロ、コンクリは1600キロ、ガラス陶磁器くずが高かったですね。4万8000円くらいかかりました。びっくりしました。ちょっと単価が前回と変わってましたね。値上がりしたみたいです。どんどんちょっと処分費高くなってます。以前の倍、2倍くらいしますね、ガラス陶磁器くず。それでゴミ付きっていうか、ラベルとかシール貼ってあるものはまた違う項目でもっと高いので、ちょっと仕分け分別も大変ですね。手短にこの辺で、終了させていただきたいと思います。右側 e スペース、ここは 何店ですかね、小泉店とかですかね。あっちの東西橋渡る手前を閉まっちゃいましたけど、こっちはどうなんでしょうかね、にぎわいの方は。左側マクドナルドさん、風強くて今店員の方上り旗直してますね。はい、ご覧の通りの天気でございます。県道83号線、ご紹介、短いルートでしたけどご案内させていただきました。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。